いやー、今日は2020年5月28日、今9時17分です。やばい、授業に少し遅刻してます。いやー、今日は朝から雨が強いですね。そして雨の、せいでもうちょっと足びちゃびちゃになってます。さっきバスに乗って行こうかなと思ったんですけど、バスだともう4、5駅すぐ着いてしまうんですけど、まあ歩ける距離なので歩こうと思って、今そんな感じです。昨日はよく寝れたのでだいぶ体調は良くて、まあそうですね、学校までだいたい今歩いて10分ぐらいなんですけど、でもそのぐらいしか歩くことがないのでいい運動だと思って歩きます。昨日かな、あのソニーが新しい Vlog カメラっていうのを出されてて、発表かで、発売自体は来月でも、なんか僕が見てる YouTuber の方がほとんどがあの Vlog じゃないや、デビュー動画上げてて、本当にソニーのその広報マーケティング部門は一気にこう、自撮りはもうこのカメラみたいなのを定義づけてきたので、あ、すごいソニー一強自体が突入するなっていう感じで、僕も今ソニーの RX0M2 ってやつを使ってるんですけど、このカメラはちょっと手ぶれがするんですよね、歩きながらこうやって撮ってると。ただその新しい RX100 シリーズなのかな、新しいシリーズか、なんか Vlog カメラちょっと僕も興味あるんで、値段がちょっと高いんですよ、やっぱり9万円ぐらいするんで、ちょっとこのなんだろうな、ちょっと今金欠でピンチなんで、さすがにすぐは買えないですけど、ちょっと興味あるなって感じです。ではそんな感じです。それでは授業行ってきます。バイバイ。没有啦，我还是得实际上去一个组的，不过没关系。因为我现在最主要的目的，我现在只是这个只是一个过程，就是因为我要复习，所以我必须要知道他的这些事。那我们谁都不会知道。不会啊。哎，莫美，那不找我。
カオ、これマジで美味しいです。これサラダめっちゃ美味しいです。牛肉サラダです。タイのサラダドレッシュ。 I'm sorry. 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 I'm